の畑、トマシのこの辺りも非常にしぶとい打線です。三遊間バックハンド、カバイ遠投、どうか一塁ヘッドスライディングアウト。ことを考えられます。そうですね、昔はそうだったんですよ。これが本当にハワイのもう一つの名手と言われるゆえんかもしれません。先日野球中継の中で募集しましたレディース招待スコアの方は2対1、もうそれから原古田というところで、チーノは日本シリーズに出たいんだ、セントラルリーグのこのチャンピオンフラグだと。いい答えが返ってきました。セカンドゴロ、尾形。大した選手じゃないといい結果出ませんからね。ライトに持っていきました。池山、飛距離は十分ですが見にくい、ね、それに刺激されてそうなんです、ね、ですからアメリカから帰ってきた長嶋一茂もそうやすやすとこのサードね。人が出ます。ここ4年間連続して巨人戦は3安打いますよね、はい、今日はちょっとそういう光景が見られないんです。自分のペースを崩すときあるんですね。視聴者の皆さんには大変申し訳なかったと思います。盗塁がある、ちょっと嫌な感じです。ワントゥー